少領、新末の天地会の指導者。広大前または広大戦の名で知られる。湖南小京、名出身。家境を受験して、生院となったが、里見には合格しなかった。そのため新朝に対して、怨恨を抱くようになり、天地会に加入して、放棄を計画するようになった。1851年に、太平天国が、 金田放棄を起こし、永安に進撃すると、少量も参加した。彼は、天皇、甲州禅に対して、湖南省に進軍するように定義し、古文閣として優遇された。しかし彼は、甲州禅が、軍民に、キリスト教による教育を施しているの対して、聴覚、孫恩、女行寿など妖術で成功した者はいない。早急に改めるべしと解いて、不況を買った。 さらに、太平天国の藩儒教の姿勢に対して、天皇は旗の始皇帝と変わりがない。始皇帝が孔子の墓を暴いたことと天皇が孔子像を破壊するのは変わりがなく、始皇帝が奮闘を行うのと天皇が継承、お会いの中に置くのは変わりがないと解いて、ますます不況を買った。さらに大事が定まっていないのに王を称したこと、東王。 要修正に政務を委ねていることを失策として、昔、ナンの演術や、摂西氏の唐政は数十の城を得ただけで存在になって滅亡した。今、わずかな地しか得ていないのに虚名をあがめるのは災いをもたらす。また天皇が、宮中にこもり、政務を凡人に委ねる罪は、理事政、長賢中のごときものであると説いた。孔修禅は激怒した。 少領は、還元が聞き入れられないので、永安を脱出したが、捕らえられて牢に入れられた。楊修正と、西王、小長期は彼を殺害するよう求めたが、公修善は認めなかった。1852年、新軍と太平天国軍との戦闘で、少領は新軍に捕らえられ、金佐大臣蔡山画のもとに送られた。最山画は皆豊上門から、 敵の首領を捕らえることを言命されていたが、太平天国軍に敗れて4人の総兵を戦死させていた。蔡イシは死罪を免れるために、少領を高修前の兄弟で、太平天国の天徳王、皇太前であると捏造し、北京に送った。こうして、少領は北京で処刑された。死後、妻のもと月経。 弟の翔玉翔、その妻の元高勝らが、天地会を引いて放棄した。ありがとうございます。